はい、どうもこんにちは。今日はね、女の子をちょっとデートに誘った時の脈なしサインっていうのにちょっとお話ししていきたいと思います。例えば、デートに誘います。何々空いてるっていうふうに誘いました。でも返事は、ちょっとこの日は忙しいから無理っていう返事しか返ってこなかった場合は、多分脈がないんだと思うね、やっぱり。誘って大体日、この日はダメだけど、その他の日は空いてるよみたいな感じで来れば、ワンチャンあるかもしれんけど、もしその、忙しいから無理の一言で片付けられてしまった場合、もう脈がないってことだから諦めた方がいいのかもしれない。正直、脈がないやつに、粘着することはやっぱ時間がすげえもったいないんだよ。次から次へと攻め合う。それがすげえ大事。諦めて、速攻で次に行くこと。それがやっぱ、ね、勝利の方程式だと俺は思うんだよ。よくね、みんなね、もう忙しいから無理っていうのを本当に忙しいんだと思うけど、やっぱ忙しいなりにも、やっぱり時間っていうのは人間空いてるんだよ。そう、好きな人のためだったら忙しい時間の、ほんの少しの時間だって塗って、会ってくれるんだよ。っていう風に考えたら忙しいから無理っていうのはやっぱり脈がないってことで、さっさと諦めた方がいいんじゃないのかっていうのは僕の意見ですね。本当に。まあ、それはね、どう覆そうにも覆せない事実であるからね、本当に。まあ、あれではもう振られたら新しい子探して本当にいい子がいるからね。今好きな相手にとっては自分はクソなのかもしれない。でも新しく探して、うまくいったら、やっぱその子にとっては自分は最高の人なのかもしれない。やっぱり人間関係っていうのはあれなんだよね。好かれる人もいれば嫌われる人もいる。すべての人に好かれるってことはありえないし、努力したからなんとかなるってもんじゃないんだよ、やっぱり。だってあれだぜ。なんか自分磨きをして付き合おうとかあるけど、自分磨きをしたって付き合えないまま付き合えないんだよ。やっぱそういうのはフィーリングだから。そう。自分磨きをしなくても付き合ってる奴がいるっていうことは、やっぱ恋愛はフィーリングなんじゃないのかって思うんだよね、やっぱり。フィーリングはどうしようもないっていう事実。そこをね、しっかり忘れちゃダメだよね。本当に。僕はそう思う。このフィーリングのところはね、やっぱり、やっぱり、ちょっとどうしようもない。だからやっぱり思うんだよ。何の努力もせずして、付き合える女の子と付き合うのが一番。自分のね、腹も、いいところも全部受け入れてくれるから、そう、努力しなくたって自分のことを受け入れてくれるし、簡単にデートもしてくれるんだから。いや、そういうところに注目してほしいなと僕は思います。